皆さんこんにちは。私は MBA インターナショナルインターンシップ生の山口ひろむと申します。今回は10回目の動画ということで、いつものように TRPG についての解説や TRPG の紹介ではなく、私の実体験を交えた TRPG 小話をしたいと思います。あれはまだ私が TRPG を始めたばかりの初心者だった時のことです。私は友人を誘ってクトゥルフ神話 TRPG というゲームをもうプレイしました。このゲームは神話的存在と言われる敵に対し、プレイヤーである無欲な人間がわずかな知恵を絞り、どうにかして生き延びる道を探すということが目的のゲームです。このゲーム TRPG の中では有名なタイトルなのですが、実はあまり初心者には向いていません。プレイヤーキャラクターがすぐに死んでしまうというのもありますが、敵への対抗手段が少なく逃げるしかないという点に関してストレスに感じることが多いからです。ですがまだ TRPG を始めたばかりで、私たちは有名なタイトルなら大丈夫だろうという軽い考えでこのゲームを始めました。幸いだったのは、 TRPG をやったことはないがクトゥルフ神話は知っているという友人がゲームマスターをやってくれたことでしょう。そのような中で始まったシナリオで、私は粗暴な刑事という戦闘向けのキャラクターを作りました。もともと戦うこと自体が希少なこのゲーム、しかもこのシナリオの目的は人探しがだったので、私のキャラクターは目星というものを探す機能がなければ本当に出番はなかったでしょう。しかし風向きが変わったのは物語が終盤に入ってからのことです。私のキャラクターが物探し中にごく低学歴で起こる大成功クリティカルを叩き出しました。その起こした場所は警察の備品倉庫、武器である拳銃の予備弾倉庫を見つかればいいと思ってやった行為でしたが、このクリティカルのように私はゲームマスターからとある新しい拳銃をもらいました。さてそんな状況で迎えた最後の戦い、どうや行方不明の人が怪しげな組織に捕まっているという情報を聞いて、プレイヤー全員でその場組織に潜入しました。そうさかプレイヤーたちに深き者という半魚人のような怪物が襲いかかってきます。ホラーモードお約束としてこの手の怪物に銃は効きません。このゲームのルールブックに書いてある怪物の多くにも、拳銃の弾丸を無効化する、物理的なダメージを半減するなど、そういった力技では倒すことはできないという旨が多くのものに書かれています。しかし倒すことはできなくても、さっき手に入れた拳銃であれば当たった時の反動でひるませ、その間に仲間を逃がすことはできるだろう。そう考えて私はその旨をゲームマスターに伝え、深きモードに対して発砲を行いました。その結果、深きモードは一撃で戦闘不能に陥りました。先ほど手に入れた銃の正体は、基本ルールブックの中では書いてある中で最強の威力を持つ大型拳銃デザートイーグル、 FPS などでも最強のサブウェポンとして紹介されることが多いこの銃は、ホラー映画のようなこの世界においても絶大な威力を誇っていました。それは銃に対して圧倒的な防御も誇っているはずの怪物でも、ある程度人ランクな一撃で倒せるほどに。ここからゲームのジャンルはパニックホラーから B 級ホラーアクションへと変貌を果たしました。襲いかかってくる怪物を銃で撃ち落とし、味方に組みついてきた敵を銃で投げ払い、鍵のかかった扉を銃で無理やり解錠する、魚類が猛禽類に勝てるわけがないだろう、そんな声が聞こえてきそうな惨状でした。さて結果だけ見れば、データの確認不足とゲームマスターがこれぐらいなら渡してもいいだろうという油断からシナリオが崩壊したという結果になります。ではこの時のゲームは失敗だったのでしょうか。私はそうは思っていません。参加した全員は今もう笑うしかないという感じでしたが、みんな爆笑していましたし、今でもこのように笑い話として話すことができます。 TRPG の目的は最後に全員が楽しめていること、そうであればこのシナリオは成功であったと言えるでしょう。予想外のトラブルは TRPG においてはシナリオを壊してしまう劇薬ではありますが、味方によっては TRPG を一番盛り上げてくれる花でもあります。失敗やトラブルを恐れず、むしろ乗りこなすという気持ちでゲームマスターやプレイヤーに挑んでみましょう。そうすれば初めての TRPG が
たとえその途中でどんなにグダグダになろうとも、最後にみんなが笑って楽しい思い出になるはずです。今回の動画は以上になります。この動画が気に入ったらチャンネル登録と高評価ボタン、いいねをお願いします。ご視聴ありがとうございました。